Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajikuta Radio on FM 76.1. Coming at you, Ajiraji.7月31日週末金曜日、時刻は4時を回りました。アジクーターラジオアジラジ生放送の時間です。今日も沖縄市中央パークアベニューからこの後夕方6時まで2時間の生放送、お相手は花森 DJ モーリーでございます。ちょっとね、昨日ぐらいからこんな感じの声になってますけれども、まあなんとか今月もね、週末も乗り切っていきたいと思います。7月最後の日ですね。なんかこうブルームーンっていう言葉がね、ここ最近飛び交ってまして、見れるらしいんですけれども、どうなんでしょうかね。もう連日もう毎日ですね、T シャツだったりタオルだったり、その替えがないとね、しのげないこの暑さですけれども、まあこういったブルームーンとかで聞くとね、ちょっとこう涼しげな感じもしますけれども、やっぱりこう夜ね、ゆっくりこう時間を作って夜風に当たりながらね、星を見る、月を見るっていうこともね、いいですね。まあ明日から8月ですけれども、皆さんの8月の予定はどうでしょうかね。FM コザのスタジオ前、パークアベニューですけれども、いろんなこう、まあ、皆さんの姿が見えまして、日傘を差している方々だったりとか、あとね、これから下校しますよっていう子どもたちだったりとかですね、いろんなこう姿があるんですけれども、いやー今日もね暑いですね、本当にね。外をね歩くってこと実はあんまりなくて、ほぼ車で移動なので、まあ、コンビニにね車を止めて歩くって言っても、本当にもうどれぐらいかな、まあ正味50歩歩いてるかなぐらいだと思うので、まあコンビニのね、駐車場からまたコンビニまでも近いし、でまたそうなんですよね、スーパーとか行っても、まあ一応こうスーパーのね入り口近くにこう車を止めるみたいなところがあるので、そんなにこう歩かないんですよね。まあでもこの日がね、高いうちはあまりこの外をね、歩くっていうことをしないでも、ちょっとこうね日が落ちてから笑いでからね、歩くっていうこともねいいかもしれませんけれども、はい、この時期ちょっと難しいですね、その辺ね。さあ週末金曜日、今日はですね高安美紀登場の日なんですけれども、先週同様今週もですねお休みをいただいておりまして、まあ妊婦さんですからね、今年の秋に出産予定ではあるんですが、まあ無理せず、まあ、体一番にということで今日お休みでございます。はい、なのでミーキーファンの皆さんもですね、今週もお休みになりますけれども、ミーキーに対するメッセージもねあれば、僕が伝えていきたいと思いますので、こちらまで送ってください。761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp でお待ちしています。さあ今日久しぶりにコンビニに行って、でまあ、今日実はお昼ご飯食べてなかったので、やっぱヨーグルト食べたいなと思ってヨーグルトを買って、で、まあ、一応範囲内でね買えるものということで、ビックリマンチョコをですねなぜかチョイスしたんですよ。久しぶりだなと思って、もう多分10代の時以来なので、小学校中学校ぐらいね、中学校買ってたかな、小学校でね、もう僕のピーク終わったと思ってたんですけれども、久しぶりにこのビックリマンをね買ってみようということで買ったんですよ。そうするとシールの大きさが一回りぐらいかな、小さいんですよね。今手にしているのが、まあ、キャラクターでジャンゴフェットというねものなんですけれども、裏を見ると、まあ、ロッテって書いてまして、でなんか守りとか悪魔とか天使とかっていうね3つのタイプに分かれていたはずなんですけれども、今いろんなこうまあ企業とねコラボしてるんでしょうね。ディズニーって書いてたりとか、スターウォーズって書かれていたりとかするんですよね。まあ味はね味で、その当時のビックリマンチョコそのものでしたけれどね、はい、
ったもので、まあ、ちょっとこうね、あの頭の回転をこう早くさせるためにチョコもねいただきながら、はい、夕方6時までお送りしたいと思います。アジクータラジオ、今日のオープニングはモンゴの800で Don't worry be happy をお送りしました。この放送はお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、愛レディースクリニック、ソフトバンク中野町の提供でお送りします。
さあ週末金曜日 FM 小座のスタジオからアジラジお送りしております。さあ今日の番組のテーマなんですけれども、最近、僕の同級生のですね Facebook を見ていると、どうやら職務質問をされたと、警察の方にね。で、それは分かってたんですけれども、ただこうその文を読んでいくと、職務質問を受けるまでの道のりっていうのが結構くっと笑える内容になってて、というのも嫁と喧嘩をして、那覇からですよ、沖縄市まで、ああもうわじったっていうことで家を飛び出し、那覇から沖縄市まで歩いても行くと、沖縄市っていうのは実家があるから、もう実家に俺はもう今日はもう寝るって言って、北北部向けっていうかね、中部向けに歩いてたらしいんですよね。でそうすると、風貌的にはロン毛というか、髪もねもう仙人みたいな感じで、ヒゲもボーボーも髪もボーボーで、若干白髪混じりなので、もうほぼ仙人に近い感じの同級生なんですけれども、どうしたんですかと、こんなところ何やってるんですかって職務質問を受けたらしいんですね。いや歩いてますって言ったら、いや最近ちょっと物騒になってまして、で持ち物検査みたいなね、いいですかみたいな、あお全然いいですよみたいな、でこうなんか楽器が入ってるみたいですけど、なんでですかって言ったら、いや一応アーティストの活動もしてますのでっていう説明したらしいんですよ。なんでまたこんなところ歩いてるんですかって話になり、そうするといや嫁とね喧嘩をしまして、もうってなって、歩いてるんですって事情説明したら、あそうだったんですね、お気をつけてって帰ったらしい。警察の方はね職務質問をして、でその同級生は、あ沖縄市まで送らないんだなって心の中で思ったらしいんですけれども、怒りがねすごいこうあって、それがこう原動力になって那覇から沖縄市まで結果的にこう歩いたらしいんですよ。これすごいパワーだなと思って、37のね同級生なんですけれども、37歳の、今は無理だぞと。20代とかだったらやっぱねあっちにいて、いやもう歩いて帰るって啖呵切ってね出るとかっていうのは分かりますけれども、さすがにさこれからね40に向けてっていう年齢でそれできるかなと思ってね、ちょっとこの Facebook を見て、久しぶりにこの Facebook のね書き込みに対してコメントもね残したんですけれども、お前パワーあるなみたいなね。で直接こう電話をして事の真相を聞いてたら、いやもう久しぶりに、ここ数年で久しぶりにわじってしまったと、でそういうね行動出てしまったっていう、そういう話だったんですよ。今現在はようやくね落ち着きまして、はい夫婦仲良くやってますよという、そういう話だったんですけれどもね、いやそれにしてもパワーあるなと思いましたね。はい、ということで今日の番組のテーマはですね、喧嘩、はいもうあの時は若かったね、こんな喧嘩あんな喧嘩、口喧嘩もありますし、友達同士のね、ちょっとしたこう一言でとか、また夫婦だったら夫婦喧嘩だったりとかね、兄弟喧嘩だったりとか、いろいろあると思いますので、はい、今日はその丸々喧嘩、喧嘩についてメッセージを送ってください。どうせだったらね、しない方がいいと思うんですよ。やっぱり体力使うからね、本当に怒る方も怒られる方もやっぱりパワーがね吸い取られるというか使うしね、いやもうできれば抑えたいっていうね、なので人によってはその喧嘩を避けるために、あもうすいませんすいませんっていうことをね、もう平謝りして、振ってもね振っていかないようにするっていう、そういう対策もあるらしいですけれども、皆さんどうですか。はい、ここ最近喧嘩したこと、また今までのね中であれはちょっとね腹立ったなーっていうね喧嘩したエピソードがあったら教えてください。メッセージリクエストはこちら、761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp でお待ちしています。今村さんから、沖縄市から那覇まで何キロあるんですかということで、一応ねこの標識というか那覇まで何キロですよみたいなのあるんですけども、20キロちょっとぐらいじゃないですかね、その那覇のね泊まりんあたりぐらいまでだと思いますけれども、
いやそれでも遠いですやっぱり、ひたすらまっすぐですからね。まあ、その同級生がね、那覇からこの沖縄市向けに行ったっていう道のりは58号線なので、いやまあそんなにね大きなこう下り上りの坂があるわけではないんですけれども、まあ遠かったと思いますよ。まあ、怒ってるからねやっぱりね、わじってるからやっぱ引き返そうかなっていうのもあったと思いますけれども、うーんってなったんでしょうねきっとね。はい、皆さんのその喧嘩にまつわるメッセージをお待ちしています。さあ時刻は4時15分になりました。続いてはこちらの時間です。さあこの時間赤ちゃんいらっしゃいの時間です。上村病院、中上病院、愛レディースクリニックの協力でお送りします。さあ7月31日今日はパラグライダーの日ですね。あと小玉の日、蓄音機の日となっております。そして今日の出来事ですけれども、北陸トンネル貫通の日、東京山手線に冷房車初登場、松下電機工業が真空管の生産を終了した日、真空管が姿を消しました。1979年、今から36年前。今日の誕生日の皆さん、長谷川清さん、マイケル・ビーン、中山秀幸、まあ、秀ちゃんの、ね、愛称でおなじみですけれども、今日は7月31日ということですね。カレンダーなんかどうですかね、8月1日明日になってからめくるのか、それともね、もうすでにめくってあるのか、どうでしょうかね。皆さんの職場自宅はねどうなんでしょうか。まあ、多分ね、我が家は夜かな、お家に帰ってから、あもう7月も終わりだっていうことでめくるかもね知れませんけれども、この時間ラジオをね、職場で聞いてます、自宅で聞いてます、ユーストリームでインターネットでね移動しながら聞いてます。いろんな皆さんからのコメント、めでたいニュースがあればお待ちしています。メッセージ宛先 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp でお待ちしています。赤ちゃんいらっしゃい、このコーナーは上村病院、中上病院、はい、レディースクリニックの協力でお送りしました。761アナコチョチアナマコペレムコチャドットTP メユミノトウタイアジラジアジタジチ。さあ沖縄地方、今日もですね30度超えて32度かな、気温が上がってますけれども、また今日も暑いですね。スタジオの中もですね、ここ最近はクーラーの故障がありまして、ほとんどこう冷えてないというそういう状況なので、少しね体をオーバーリアクションをしてジェスチャーを多めにやったりとかすると汗がね垂れるというそんな感じですけれどもね、今日は、まあ、熱中症のですね、恐れがあるということで、熱中症指数というものがねあるらしいんですけれども、ちょっと紹介しましょうね。紫外線極めて強い、肌へのダメージが強、まあ、強いということですね。そして熱中症厳重に警戒してくださいと、炎天下は避けてくださいということです。そしてじっとしていても汗が出ます。あと
おまけにビールなしではいられないって書いてますね。あと傘なしでも今日は心配がないと。で、あの洗濯物干した場合はバスタオルもパリッと乾くぐらいの、まあ、お天気だということですね。でまた星空という項目がありまして、見上げてごらん夜空の星をと書いていますね。はい、まあということでもう文句なしのお天気ではあるんですけれども、この熱中症指数というものがねありまして、厳重に警戒してくださいということですね。まあ、ピーク自体はね、今日一日過ぎているとは思うんですけれども、まあ、まだねこのあと夕方6時ぐらいまでは日が高いと思いますので、十分に水分補給と、あとね喉が渇いたなって思う前にね水分補給もしてくださいね。さあ今日の番組のテーマ喧嘩、はい、もうこれはちょっともう自分の人生史上最もひどかった喧嘩だなと、あんなになんで体力あったのかなと思うね、エピソードってどんなものがありますか。まあ若い時だからこそできる喧嘩もあるし、いやある程度ね年をこう重ねてから落ち着いた、まあ落ち着いた喧嘩ってあるんかな。まあねたまに夫婦喧嘩をしているラーメン屋さんとかね店舗とかありますからね、うわめっちゃなんか空気が注目とってもいいけど、なんかおばちゃんがねその男に対してラーメンしようみたいなそこに夫婦の喧嘩のあれを出すっていうねパターンもありますけれども、はい、その喧嘩でメッセージをお待ちしています。761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp でメッセージをお待ちしています。今日もユーストリームの配信しています。ただツイキャスの配信がねまだできていません。なんかねボタン押したらね全然難しいと画面に行っちゃったので、後でやってみたいと思います。はい、ツイキャスで見ようとしている皆さんもねちょっとだけ待っててください。はい、さあ本当にねこれだけもう暑いとあれだね、どうしてもこの日陰を探してしまったりとか、あとね涼しい場所を探してしまったりとかしますね。ていうかもう本当にそういう風にやっていかないとねちょっとこうダウンするんじゃないかなと思うんですけれども、だからもう気がついたらね冷たいものを欲するような体になりますからね、この辺も取りすぎないようにね気をつけていきましょうね。さあということでヤフーニュースなんですけれども、高校野球49の代表が出揃ったということですね。100年の節目ということで、大会創立100年の節目を迎える第97回全国高校野球選手権は今日大阪大会決勝が行われ、36年ぶりの夏制覇を狙った、大体大波賞かなを4対3で下した大阪開誠が初出場を決め、出場49校が出揃ったということです。夏の高校野球は来週の木曜日8月の6日開幕となります。まあ沖縄からはね我ら興南が登場ですけれども、8月の3日に抽選会があって、8月の6日、いよいよ始まっていくということですね。なんか今年もねいろいろこの地方大会で番狂わせがいろいろこう起きているようで、でそんな中でも近畿勢だったりとかね関西のチームだったりとかいろんなところでこう、まあ、波乱というかね、あ第1シードのこの高校ではなくて第2シードの、ね、高校だったりとかあるらしいですけれども、東海大相模がですね個人的に今年はですね夏をすごいこう賑やかしていきそうだなと。でまた早稲田実業ね清宮君がいる、早実もまた目玉になるんだろうなと思うんですけれども、この東海大相模なんかもエースピッチャーがね150キロ投げる左腕で、で2番手3番手も145キロぐらいをね、記録するピッチャーらしいんですよ。でただこう速いだけではなくて、ちゃんとこの緩急を使った本当にこの本格的な、まあ、ピッチングができるピッチャーも揃ってるし、でまたバッターもね結構破壊力があるらしいんですよね。いやーなんかこういつからこんなピッチャーっていうかね高校野球ってレベルが高いんですかって思うぐらいのね、高校生がいるらしいですけれどもね、またそれをね打ち返すバッターもいますからね、
その高校野球、いよいよ来週の木曜日からスタートだということです。さあここで曲いきましょう。今日の2曲目、 TRF のナンバーで Easy to Dance。さあ今日の2曲目、 TRF のナンバーで Easy to Dance をお送りしました。
さあ、ここでリスナープレゼントなんですけれども、というのも今日までですね、使えるという映画チケットなんですが、この FM 小桜チックシアタードーナツ、7月31日今日まで使える招待券をですね、リスナーの皆さんにお一人様にプレゼントしていきたいと思いますので、だったらこうラジオを聞いて、取りに来て、でそのまんま行けますよという方、ね、今日予定大丈夫ですよという方がいたら1名様にプレゼントしていきたいと思いますので、チケット希望と一言添えてメールも送ってください。ちなみに今日まで楽しめる映画ということなんですけれども、税金サイボーグ、糸満、笑いの神様というこの2作品となっています。まず税金サイボーグ糸満なんですけれども、糸満市の多額の税金で作られたサイボーグ糸満、平和な糸満市に活躍の場がなかった。そんな中、美人連続誘拐事件が起こります。糸満警察は最後の切り札として糸満を呼び寄せるが、果たして。監督はガッセルのゴリさん、出演は吉田妙子さんや比嘉日子さん、津波真一さん、みーちゅーさん、尾長大輔となっています。これなんかね、観光協会のね、スタッフの皆さんが結構見に行ったらしいんですけれども、もう爆笑ですよと。これちょっとなんか思い出してもずっとね笑ってしまいますっていう話をねしてましたけれども。そして笑いの神様、泣き人村ロケ作品ということで、30分間のね、映画上映となっています。泣き人村で笑いで病気を治すという計画がスタート。やってきたのがお笑い芸人と笑いに無頓着な世話係、心優しいよしおばあの願いを叶えるために落ちこぼれ芸人が笑いを通し命と向き合っていく。出演が結城ロック、まなみ、瀬那覇貴子、あさとやすたかなどなどとなっております。はい、こういった作品がシアタードーナツの方では、今日まで楽しめるということですね。でまたもう一つ、60万回のトライということで、J-POP も K-POP も朝鮮大衆歌謡も好き、大阪で生まれ育った在日朝鮮人高校生たちがラグビーの激戦地で強豪校の仲間入りを果たし日本一を目指します。今時の彼らの素顔を描いた青春ドキュメンタリー映画ということで、ドキュメンタリー作品ということですね。こういった作品もやっているということでございます。今日まで使える、もう本当にね、もうあんまりこう、じゃあ今日空いてますっていう人もね少ないと思いますけれども、いや時間大丈夫ですよっていう方がいたらですね、招待券1名様にねプレゼントできますので、希望者がいればメールをお待ちしています。761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp でお待ちしております。またこのシアタードーナツはね、明日から8月ということで、8月の1日から始まる映画もね、やってくるということらしいですよ。愛と愛、インディゴラブ、あとナーファというこの2つの作品、あと、それ以外にもね、もう1作品やってるということですね。詳しくはインターネット検索エンジンでシアタードーナツで調べてみてください。ドーナツもね食べながら、映画もね見てほしいなと思います。さあ4時33分になりました。ちょっとね、まだツイキャスができてない状況であるんですけれども、もうちょっと待っててくださいね。今日の番組のテーマがありまして、今日の番組のテーマは喧嘩。あれはちょっとね、もうわじってしまったなという喧嘩。はい、小さなものからね大きなものに発展したものまでメッセージ送ってください。761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp でお待ちしています。
暑いよ。うん、なんかこれがあんまり作動しなくて、パソコンから一回やっとくので、うんうん、どこで見たですかこれ。あとホームページで、ホームページの FM子さんは、うん、ホームページの右側。ああ、なるほど、なるほど。なんかツイキャスが2つあるじゃないですか。はい。緑と青だったかな。緑と、ああ。この画面の中で。うん。どれでもいいんですか？緑が見るだけ、ビューアーのアプリで、青がライブ配信のアプリなんですよ。なるほど、なるほど。M コタから発信だレディオ761へチェックしなレディオ。それではもちろん皆さん FM コ761君ならドーム中にハマってしまいな FM 小座に。皆さんからのメッセージリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 098-939-8653。 E メールアドレスは 761@fmkoza.jp です。皆さんからのメッセージリクエストをお待ちしています。アジクータラジオ。さあ生放送アジラジをお届けしています。4時39分になったところですね。今日の番組のテーマ喧嘩ということなんですけれども、メールが1通届きました。はい、まあ、今日はロースタートでいきますけれども、昼間の奥さんから、あれお一人ということで、はい、まあ、妊婦のね、ミーキーなので多分ねもうだいぶお腹大きくなってると思うんですよね。なのでこう座ったりとかね、どうなんですかね長時間ね。一応こう大事を取ってということで今日までねお休みですけれども、昼間の奥さんよ、モーリーさん、はいたい、はいさい、振り返ってみた店のカレンダーはまだ切っていない7月です。昨日の夜は旧暦の15日でしたね。街灯のような月明かりが素敵なので今夜は外食しますと台所で言うと、娘たちはん？冷やしそうめんできてるのに、外食とは冷やしそうめんセットを持ちレジャーシートを広げ屋上での外食言いながら私一人爆笑。たまにはいいよ外食。親のロマンチックにいつまで付き合ってくれるかな。ラジオネーム昼間の奥さんからいただきました。はい、
いいですね。はい、今日外食だよって言ってそのまま冷やし中華を持って屋上で食べるってことですね。まあ外で食べるっていうことにはね変わりないですからね。あ、お家の屋上とかか、お家の身の回りでご飯を食べるってことですね。あんまりしないよね。でもね、ベランダとかだったらねまだ可能性ありそうですけども、昨日もあのうちの嫁と話になってて、ベランダにこうすのこっていうかね、ちょっとウッド的な何かをこう敷いて、ちょっとこうなんていうの、避暑地みたいな空間を作ってから、まあ、サングラスをかけるまではいかないですけれども、アイスティー飲んだりとか、ベランダもね有効活用しようって話になったんですよ。でもやっぱりこううちの身の回りってすごいあのウージがたくさんあって、蛇の心配もあるし、クマも多いし、でまた何よりもガジャンが多いので、いや俺刺されないけど、あの刺されますよねって話して、あそうだねってなって、だからあのそんなにベランダにねお金かけないでもいいんじゃないのって話になって、だるねってなったんですけどね。本当はあのベランダもこうなんかこうね、ウッド的なウッド調のね、あのなんていうの、板を張って、パラソル的なね、パラソルっていうか、まあ夏っぽい感じのねオアシスを作りたかったんですけれども、まあ、ちょっと厳しいんじゃないかってなりましたけどもね。昼間の奥さんいただきました、ありがとうございます。沖縄市のミミンさんからも、モーリーさんこんにちは。こんにちは。今日も暑かったですね。今ねスタジオも暑いよこっち。さあテーマは喧嘩、これまでたくさんの喧嘩があります。兄弟喧嘩から職場喧嘩。職場喧嘩ってまたすごそうだね、なんかね。それから職場でも喧嘩があります。職場ではなかなか収まりませんでしたが、いつの間にか喋ってますねということで、まあ相当仲いい証拠なんでしょうね。そうじゃないとね、なんか兄弟喧嘩とかだったら、まだふてくされてるのかみたいな一方が言って、何みたいなね。そういうのやりつつ、親がね、やったよみたいなこと言ってとかね、美味しいご飯食べに行って気がついたらとかね、そんな感じでなんか収まる気がしますけれども、職場での喧嘩ってどんな感じなのかな。まあ多分僕があるでしょうね、園子さんとかね、イラミナセイキーとか塩素とかとなんか喧嘩してるみたいな。そういう感じなんでしょうねきっとね。あんまりこう考えられないですけどね。職場での喧嘩はちょっと仕事に支障を期待しそうですけどもね、どういう風になったんですかね。こちら青の軍団さん、チースモーリー、チース、ごめんごめん、メール待ってた。だ、今日は僕ちゃんは助っ人で来ないって。はい、僕ちゃんね、あの人ね、ちょっとお疲れだと思います。もしかすると今ね車で聞いてるかもしれないんですけれども、テーマ喧嘩。二十歳の時だったかや、弟子の彼女と俺も彼女を連れて居酒屋に行ったわけさ。たまたまよ、俺なんか同じアディダスのパーカー着てしまってから、バカップル封じになってからさ、一応アファーだからお店では俺が脱いだんだけど、弟子の彼女が酔っ払って、お揃いっていいやつ、いいやつよしてから、これがしつこくてあったんごわに喧嘩なってからよ。あ、お似合い、お似合いっていうかね、あの言えばペアルックみたいな感じ言われいい、もうい、ね、いっぱい言われたんでしょうねきっとね。彼女が弟子の頭から酒ぶっかけて出てきよったわけ。弟子もよ、ごめんやって追っかけてからよ、俺なんかは残された状態やし、周りのお客さんは大丈夫やみじらで見てるわけ。しかもペアルックだし、注文した焼き鳥もできた店員さんに大丈夫ですかって聞かれるし、アファーなってからよ、隣の姉さん2人いたんだけど、まだ手つけてないから食べてくださいねって、焼き鳥と残った島プレゼントして帰ったよ。帰り道に俺なんかは仲良くしようねって語り合い、その夜は燃えたよや。頭から何かをかけられるってまあ経験ないですけどもね、相当怒ってたんでしょうねきっとね。いやー、なんか定時変なだな、そういう空気ってね。よくねドラマとか映画のワンシーンであるじゃないですか、このカップルがね
久しぶりのこの食事で一言がきっかけでね、もう言いたいことブルーってこう言って、で周りがざわつき出してみたいな、で店員さんがお客様ちょっとお静かにお願いできますかみたいなね、そんなシーンありますけれども、いやデージヘンナーだなこんなだったらな。あー周りがねちょっとねヒヤヒヤしますねこれね。ラジオネーム青の軍団さんいただきました、はい、ペアルック今のね平成っ子の皆さんに通用するんでしょうかねこれね、はい、いやでもまああるか男女だったらねありますね。まあでもここ最近は僕も見かけなくなりましたけれども、まあたまにねあの若いカップルが、喧嘩してるのね目撃すると、あ一応あまあ若いなと思うんですけれども、もう頭にね血が上ってる時はねもうしょうがないですけれども、でもあれだね、女性が怒ってて男性がちょっとこうごめんな的なものはなんか見れるんですけど、男の人がとってもこう頭に血が上ってて、で女性がごめんねっていうなんか姿っていうのはあんまりなんか見たくないよね。なんだろうなあれね、なんかこの衝撃映像とかでもね、海外とかニュースとかでもあるじゃないですか、もう浮気がバレて旦那さんがね、奥さんに頭が上がらないみたいな、ああいうのはああいうのでなんかちょっとこうクスッとね、もう笑っちゃいけないですけれども、そういうことになりそうなんですけれども、男の人がわじっててね、彼女がなんかひたすら待ってるみたいなっていうのはなんかこうあんまりイメージがね良くない気がしますけれどもね。皆さんの身の回りの喧嘩情報まだまだお待ちしています。 FM コザ、 E メールは761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp でお待ちしています。それでは一旦 CM です。お、乗った強制再起動だったんで、パソコン付けしてから iPhone でもう一回再起動しようかな。こっちでやります？この方が多分更新パソコンでやらないといけないから、うんうんうん、移動するので。ありがとうございます。さあ、アジクータラジオ生放送をお届けしております。今日の番組のテーマは喧嘩、まあ自分から折れますよと、いやもう相手が謝るまでは絶対に俺から折れることありませんとかね、お互いのこの、またはね、リスナーさん自身のその喧嘩の時のね傾向でもいいし、
大体ご飯が食べたい時、いえば空腹の時にね、喧嘩が起きるので、ちょっとこう喧嘩になりそうだなと思ったら、一旦まずご飯食べようと、ご飯食べてからそれから話し合おうっていう、そういうパターンもねあるらしいですけれども、まあ、眠たいだったりとか、お腹すいただったりとかね、まあ、原因があって、まあ、もちろんね、言いたいこともあるっていうのももちろんなんですけれども、まあ、引き金になるのがこのね空腹だったりとかっていうことがね、多くあるらしいですけれどもね、皆さんのこの喧嘩のタイプはどんな感じなんでしょうか。小学校の時なんかをね、僕は草野球じゃない、少年野球やってたんですけれども、やっぱこの少年野球のね、やっぱ練習以外でも休み時間でボール遊びとかやってたりとかするんですけど、よくアーチキーって言って、このプーカーボールを投げてから当たったら鬼みたいな、そういう感じでやってたんですけれども、やっぱり至近距離で当てられる場合って手加減しそうなものなんですけれども、やっぱりこの遊びがねエスカレートしていくと、至近距離といえど絶対全力で投げるっていうタイプの人もねいて、いや今のいたやんにみたいな違うだろ、別にあれがこんなってやってきたんだぜみたいなね、でそんなこんなでどんどんこのアーチキーが死んだんか、顔もね本当にもう恐ろしい顔になって投げるみたいなね、当てるみたいな感じになってたりとか、まあ、もちろんねプーカーボールだからそんなにオールスローとかじゃなくて、あちゃーみたいなねバチっていう感じの痛みなのであれですけれどもね、まあ、小さい時っていうかね、よくなんかこういうのやってましたね。でたまに下校時間とかなってきた時に、いつも仲いいんだけど何かきっかけでこじれたんでしょうね。で前に10メーター前ぐらいにね、丸坊主の男の子が歩いてて、でその丸坊主の男の子の10メーター後ろぐらいにまた別のね友達が歩いてて、多分喧嘩したんでしょうね。前の子が、いや明日学校で覚えとけよって言うんですよね。でそうすると後ろの子も、何言ってるか、いやもう覚えとけよみたいな、なんかこうその時はこう口で言うんですけれども、いや明日朝来たら速攻やタックルすぜみたいなこと言うんですけれども、僕はそれ傍目に見てて、あ今じゃないんだなってちょっとね冷静にこう思ってしまったんですけれども、明日や覚えとけよって言いながら、この距離がね縮まることないですよね。お互いのこの距離感を10メーターは保ちながらお互い言いたいことを言うっていうね、あれなんか見てるとなんか本当にこう可愛いっていうかね、まあ、本人同士はね血が昇ってると思いますけれども、なんかこう小学生らしいというかね、皆さんの身の回りの喧嘩情報お待ちしております。メッセージ宛先は761@fmkosa.jp 761@fmkosa.jp でお待ちしています。アジクータラジオ、この放送はお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディースクリニック、ソートバンク中野町の提供で4時台はお送りしました。さあラジオネーム青の軍団さん、曲のリクエストいきましょう。ホテーバーサスディップスライムということで、ファンカスティックバトルお送りします。こんにちは。
ツイキャス消えてるなんかつけるそのまま大丈夫はい、もうこっちのちっちゃいのでやってますね今明日の SRI とってどんな感じですか団体増えるんですかあ特にまだ何のあれも来てないので、いわゆる中心なところですけどね。で明日入れないと、あと、そうか、明日入れてあと3回だからね。そうですよね。どうなるんだろう。お知らせはですか SRI と他にもありますと企画展とあと小座中学校区の SRI 祭りかああなるほどあれいつもワンツーエイサーの前面書いつも忘れてくれワンツーエイサー Ladies and gentlemen I'm now to take a big bite of Ajikuta Radio on FM 76.1 Coming at you Ajiraji 沖縄市観光情報発信コーナー小田ソースさあ時刻は5時になりました。この時間は沖縄市観光情報発信コーナーコザソースの時間です。毎週金曜日の今日はエーサーやの皆さんの登場なんですが、今日は久しぶりに前平武さんです。こんにちは。こんにちは、お願いします。先週はアイリさんがね、はい、久しぶりの登場だったんですけれども、ね、はいはい、もういよいよ7月最後の、このコザソースの時間になりましたね。あ、だからね、今日で7月
終わりなんだよね。うん、はい、もう気がついたらエーサーナイトももう始まったかなと思ったら、うん、あと3回あと3回あっという間ですね。でしたね、うん、まずちょっと先週か、はい、がちょっと台風でね中止になってしまいましたけども、お8月あと残すところ明日含めて3回、はいはい、なりました。はい、さあ、あの明日のイベントなんですけれども、うん、ミュージックタウンの広場の方で、はい、ミュージックタウン1階音楽広場の方で、7時半からスタートします。はい、うん、で、出演団体がですね、沖縄市から池原青年会と松本青年会で、市外からはうるま市赤野区青年会、うんうん、で、北中城村からあった青年会が登場します。はい、で、赤野区はパーランクのエーサーなんですけども、うん、今年のエーサーナイトで言っても、パーランクのエーサー団体が出るのは初めてなんですね。おで過去振り返っても、うん、毛利の記憶もちょっと聞いてみたいんだけど、うんうん、パーランクのエーサーがエーサーナイトに出たことって過去あったっけ。うちもあれなんか記憶振り返ってもなかったような気がするんだけど、うん、ないよね多分ね。そうですね、なんかこうもう僕のあまりのこのキャパの狭さというか、うん、1年終わったらリセットをして、うん、新規更新みたいな感じになっちゃうので、うんうん、あんまこう振り返そうだね1年っていうかもう1週間ぐらいでもうリセットするときあるからね。そうですね、もう記憶がふっとこう飛んじゃうところあるんですけれども、うん、多分なんか振り返っても出てないんじゃないかな。まあ市外の団体がね多く出るだったのもここ数年じゃないですか、はい、多分ね。なので振り返ってもパーランクのエーサーの記憶がないぐらい、だからそれぐらいエーサーナイトではあまりパーランクの団体が出演がなかったので、うん、ぜひ皆さん明日は楽しみにしてください。で赤野区は第1回のコンクールから出てますし、うん、でコンクール時代には優勝もしてるという歴史のあるあのパーランクのエーサーですので、はいはい、僕も楽しみですね。はい、で、明日エーサーナイトが終わりましたら、うん、8月2日日曜日は今度は小沢中学校区のエーサー祭り第4回になりますか。そうですね、4回になりますね。小沢エーサー祭りが行われます。3時半からプログラムがスタートしまして行われていくんですけども、小沢中学校区の青年会といえば、中野町青年会、小屋青年会、尊田青年会、はいはい、この3つの青年会を中心に行われているんですけども、市内の団体はこの3つだけかな今回で、うんうんうん、それが全部市外の団体ということで、なんかこう見たら、はい、全東映さんの最終日じゃないかなっていうぐらいラインナップすごいですよね本当だよね。でたまに、この小座エイサー祭りという、はい、この名前で、うん、いわゆるあの昔のコンクール時代、うん、小座エイサーコンクールって言われた時があったんですね全東が、うん、それとこうなんかね間違える方もそういうことか、はい、いらっしゃるんですけども、うんうんうん、まあ、いわゆるそれだけこう小座エイサー祭りという、ね、うん、名前にまたこうなんだろうな、こう復活っていうわけではないだろうけど、うん、そういうところにもこう気になる人がいるみたいで、はい、そういう意味でも注目のエイサー祭りになっておりますので、この小座エイサー祭りの出演団体なんですけれども、うん、はいはいはい、八重瀬からも2団体ぐらい登場しますよね。そうですね、ともりと、うん、グシちゃんかな、グシちゃん、はい、おー、青年会が出演しますね。あとはうるま市、うるま市からも出ますし、あ、いろいろ、ハイワルマ大将、ごめんなさい記憶が定かじゃないですけども、エーサーのフェイスブック見ていただければ、うるま市のなんか、ヘシキアの入りがなんかね、はい、登場するって書いてあるんですけれども、そうですね、はいはいはい、ラインナップ見てたら、本当にこれ全島の最終日じゃないですかっていうような ね、結構豪華な豪華な展示になっておりますので、はい、でもちろん、中学校区のあの祭りですので、うん、ね、子ども会のエーサーがあったりだとか、はい、あのこういった地域と青年会とそしてまたこう PTA の皆さんと子どもたちがこう一つのねお祭りを成功させようというこういう地域のお祭りですので、うん、地域の方はもちろん地域会の方もぜひ足を運んでいただきたいなと思います。よろしくお願いします。場所はもう中学校の運動場ですね、はい、雨が降ったら体育館で、うん、やるそうです。小沢中学校のお祭りが今度日曜日にあるということですね。そうですね、はい、さあ竹内さん、駐車場なんですけど、はいはい、どうしたらいいですかね。多分ねこれやっぱ中学校のお祭りなので、うん、特に駐車場っていうのは設けてないと思うので、うんうん、もうぜひ皆さん公共交通機関をご利用なさるかで、うん、
ね、ちょっとあの市民会館のところに公共駐車場があるので、はい、そこに止めていただいて、まあ、ちょっと歩きますけども、うん、街を散策しながらだったら歩けない距離では全然ないので、うん、そこからこう歩かれて行かれるのもいいかなと思いますので、はい、ぜひ皆さんそこら辺のご協力をよろしくお願いいたします。はい、でまたあの出店なんかもね登場すると思いますので、うん、あると思います。で結構ね、沖縄市内のそういう少年野球チームとか、うん、そういう部活動で遠征とかねあったりすると資金造成を兼ねてこう出店してるところもあったりすると思うので、うんうん、でそういった意味ではそういうところから積極的に皆さんいろいろ買っていただいて、うん、はい、あのそういう意味もある祭りになっておりますので、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。あと一つ忘れてました、うん、土曜日エサナイトが、はい、ミュージックタウンということで、うん、沖縄全島エサ祭りが60回を記念しまして、はい、まあ、企画展をエサ会館準備してやっております。でこれは全島の60年の歩みをですね、うん、年表ですとかでエーサー会館準備室で今こう収集できている昔のコンクール時代の写真から最近までのこう前頭の写真をこう何枚かピックアップしてパネルにしたりとかしてですね、うん、そういった展示をしておりますのでその60年のこう奇跡をですね、はい、感じていただいてその後にエーサーナイトを見ていただければなと思います。うん、こちらは同じコザミュージックタウン音楽広場で1階でですね、同時開催しておりましてこれはあの6時からの会場となりますので、はい、ちょっと早めに来ていただいて、うん、パネル展をご覧になっていただいてその後エーサーを見ていただければいいかなと思います。うん、多分ねもしかすると昔の赤野区の写真もピックアップされてたんじゃないかなと思うので、うん、おー、なるほど。はい、ぜひぜひ見てみてください。はい、はい、よろしくお願いします。でまたあの、うん、プラザハウスで、あ、はいはいはい、なんかやってますよ。そうなんですよ、うん、あのプラザハウスの方の3階にですね、ライカムアンソロポロジーみたいな感じのですね、はい、まあ、店舗といいましょうかスペースがありまして、はい、これ、まあ、いろいろ、ね、古いじゃないですか、うん、プラザハウスって、うんうん、いわゆる日本で一番古いショッピングセンターということで、うん、いわゆるそのミッドセンチュリーって言われてる時代があるんですけども、はい、そういったあのコンセプトにですね、こういろんなこう資料の展示をしたりだとか、うんうんうん、あと本いろんなこうファッションとか、うん、家具とかそういった感じのこういう洋書を扱ってたりだとか、そういうこうちょっと面白いスペースがありまして、はい、その中で今あの琉米写真展というのをやっています。ほうほうほう、その中のテーマの一つとして今この期間はエイサーを取り上げていただいておりまして、うんうん、あの当時プラザハウスの近くで写真館を やられていたあのアメリカ人の方がとかその当時いたこのカメラマンの皆さんがですね撮った写真が残っておりまして、それは息子さんがそれを所有されているそうなんですけども、うんうん、その写真を展示したりですとか、うん、であとまた栄栄会館住民室の方で、収集した古い写真もいくつかちょっと、うん、あのお貸ししたりとか、うん、しておりますのでぜひ皆さん足を運んでください。僕昨日行ったんですけども、はい、私の写真も僕たちが見たことないような古い写真がいっぱいあるんですよ、うんうん、欲しいぐらい、うん、もうでそういった意味でもとても興味深かったし、あとさっき言ったみたいにミッドセンチュリーの家具がいっぱいあるので、うん、いわゆる買ったら5、60万するような、もうちょっとレアな、まあ、うん、今もあるんですけども、うんうん、あの高いんですよ。あ、そうなんですね。憧れ、みんなが憧れる家具がですね、うん、あの置かれてますんで、僕はもうそれを見てましたけども、うん、はい、なのでそういった面白い空間になってますんで、うん、ぜひ足を運ばれてはいかがかなと。これ9月いっぱいなんかやってるみたいですよ。あ、そうなんですね。はい、はい、ぜひぜひ行ってみてください。まあ、ライガムの前にね行っていただいて、うんうんうん、60周年みたいですね、プラザハウスね。ね、プラザハウスもそうなんですよ、前頭と同じぐらいの、そうなんですね、ね、歩みがあるということで、はい、ぜひ足を運んでいただきたいなと思います。はい、さあ、竹内さん、今日の番組のテーマが喧嘩っていうテーマなんですけど、はいはい、喧嘩って最近します？喧嘩をあんまりしないですね、うん、特に他人とは、うん、家族とはね喧嘩みたいなことはあると思いますけども、うんうん、他人とは極力喧嘩しないですね。なんかこう自分から折れるとか、うん、どんなですかその辺。あの、自分から折れているつもりだけど、もしかするといや折れてないよっていう人もいるかもしれませんがそうですね、うん、折れているっていうか、うん、あえて喧嘩しないようにしてるかもしれない。ああ、もう争わないように。そうね、うん、うん、で実際俺殴り合いの喧嘩とか多分38年9年生きてきて、うん、1回あるかないかだっけ、うん、
人をこう殴って、うんうんうん、殴られての喧嘩したことがあるのか、うんうん、あんまないですよね。でもね、普通に考えてもね、相当やんちゃじゃないと、ごめんなさい、はい、うん、そうなんですよね。あ、兄弟喧嘩ではあるから、そうか、うん、赤の他人とは殴れる喧嘩とかしたことないので、うん、喧嘩の仕方が分からない。あ、そういう殴り合いで言えばね、うんうんうん、で口喧嘩もそんなしないですね、うん、はい、あ、一回バイト先ですごい大変なお客がいて、うん、その人と喧嘩したことありました。うんうんうん、これ口喧嘩ですか？え、お客さんと喧嘩なんですか？厳密に言ったらお客じゃないんですよ厳密に言うとお客じゃないけど、そのバイト先の出入り口の前に車を止めて、うん、缶コーヒーかタバコを買いに行ったんですよ、うん、で僕はここで入り口なんで車どかしてくださいって話をして、ね、うん、別にいざ缶コーヒー買いに行くぐらいなのに、うん、いやいやいや、うん、それは理由ならないです、うん、というのでなんだこらみたいな気がなりまして、うんうん、で喧嘩したことありました、ね、あ、まあ理不尽な対応するもんだから、そうそうそう、あなたの5分間で誰かが一人が迷惑かけるかもしれないさというので、うんうんうん、なんで大丈夫さっていう根拠がわからないって俺にはっていうのでやったことありましたね。そういえばで、あのその後も収まったんですね。まあなんか捨て台詞のようになんかね、お前たちのお店に危害を加えるからよみたいな感じの捨て台詞を吐いて去っていきましたけどね、このおじさんは、うん、じゃあその後大丈夫で一応は。そうでしたね、あ、はい、まあ、そういうふうな言う人は逆にそういうことできない人だろうという思いはあるんですけど、ね、うんうん、でも後悔しましたね、やっぱり。ああ、まあね、面白くないですよね。なんか震えてましたよ、体は。わかります？わかりますよあんまその沸点たどり着かないですもんね、普段の生活の中で、うんうん、ここわなわながなんかね、うん、こう消えなくて、うん、やっぱり争わない方がいいなと思いました、うんうんうん、そうですね、うん、はい、ということで、まあ、意見をぶつけるのはいいですけれども、はい、こう沸点到達しないようにね、そうね、気をつけるっていうのもね、はいはい、いいかもしれません。そうそう、だから意見のぶつけ合いは絶対しないといけないかなと思います、うんうん、ミーティングと会議とかで、うんうん、それとまた喧嘩は全然違うのかなと思いますけど、はい、うん、ということで、はい、暑いですからね、あんまりこう、はい、あちいれないようにやっていきましょうそうだね、それもね、はい、そうだね、うん、はい、さあということで、うん、今日はエーサー情報、まあ、土日に開催されるエーサーナイトとコザエーサー祭りの話題をお届けしてもらいました。はい、前平たけしさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。あの後3次会まあまあ大変でした。そう、キャさん、キャさん大丈夫か？いや大変でした。大変でした。明日はちょっと教えます。 OK、 了解です。お疲れ様です。お疲れ様です。お願いします。
さあ時刻は5時16分になりました。生放送アジラジをお届けしています。今日の番組のテーマは喧嘩でお届けしています。ラジオネームシューターさん、ハイサイ DJ モーリーお疲れっす。ハイサイ、喧嘩、喧嘩をしたら喧嘩中のその時間がもったいないから、早く謝ったもん勝ちってよく聞くけどさ、いざそうなった時に自分が悪くないって思ったらやっぱり謝ることができないんだよな。俺は謝ることができれば心が大きな大人になれるんだろうな。ラジオネーム、シューターさんからいただきました。いやもう分かるよこれね。タイミングってないですか。タイミングというのは今ここで相手がちょっとでも悪いなっていうね、そういう表情だったりとか言葉をね、もうちょっとこっち寄りに行ってもらったらここもこっち側もね、いやごめん、うん、俺がちょっと大人げなかったなみたいなことが言えるのになって時ないですか。あと一歩、あともうちょっとこっち寄りにこっち寄りにっていうか自分もね非があったと、そういう風になったらこっちもいけるのになっていう時があるんですけれども、なんか流れ的にそうならない時ってありますよね。ああさっきだったら謝りおったのになっていうねタイミングがあるんじゃないかなと思いますけどもね。さっきのね小座ソースの中で、理不尽のお客さんの話してましたけれども、僕も20代の時ね大阪に行ってて、で大阪でアルバイトしてる時に、まあ接客業だったんですけども、大体この「いらっしゃいませ」って来たら店員が「あちらのテーブルへどうぞ」みたいな感じで促してね、椅子を引いてあげてみたいな、そういう感じで大体この店員さんが「あちらの席へどうぞ」って促してくれるっていう、そういうシステムのお店だったんですけれども、まあ、僕がお客さん、スタッフで、でお客さん来たんですよ。まあ、ちょっと今思えばね、まあ、大阪のちょっとこのほっぺたの方をね、指で斜めにするようなちょっとこの辺の方のこの辺の方だったらしいんですけれども「いらっしゃいませ何名様ですか?」って言ったら「あそんなんええねん」って言われて、で「そんなんええねん」言われて、で戸籍にね自分で着いたんですよ。でもその席っていうのは予約席っていう風に書いてたので、あ大変申し訳ございませんお客様、こちらはですね予約席になっておりますのでってマニュアル通り僕は紹介したんですね。そうするとね、まあ、その方は、まあ、20代前半か中盤ぐらいの方だったんですけれども、いきなりこの僕の胸ぐらをね掴みまして、なんでやねんみたいな、お前入ってどれぐらいなんぼのものやねんみたいなね、そんな感じで言われまして、で僕も僕でもう若いですから、いや規則なのでみたいな全然柔軟じゃない対応をしてしまって、でちょっとね他の店員がやってきて、まあ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 っていうかね、本当にすいません、あお前も謝りみたいなね、そういう展開になったんですけれども、まあ、今思うとねもうちょっとこうなんかなんていうんですかね、うまいこう謝り方っていうか対応の仕方って僕もあったんじゃないかなと思ったんですけどね。このね働いてる時にとか店員の立場でとかね、まあ、その場所に出くわして、まあ、喧嘩とかね様々ありますけれども、まあ、今日はこの喧嘩でお届けしています。ラジオネーム昼間の奥さん、丸いお膳に冷やしそうめんセットを乗せて家族4人階段を上がる姿はロマンチックか外食行くよって言って、ね、屋上に上がってみんなでね、外食という話がありました。さて今喧嘩、そりゃ若い頃は派手にやったさ、今は子供たちの手前怒ってますオーラを出すのが私、お酒を飲んで大声出すならば数週間は口を聞きません、そしてまるでお坊さんのように諭します。今仕事は弟が上司さんね、ラジオが聞けるなら店番やるよといったど素人の私はゴーヤーが長崎さんでも怒らないよ。今話題の DV で悩んでる人、私は殴り返す人だけど身の危険があるなら迷わず逃げてください。宮古島での事件、もう少し行政の推しとママの勇気があればと悔やまれます。
ラジオネーム昼間の奥さんからいただきました。今日のねこの朝刊にもそのドメスティックバイオレンスのね、話題が載ってて、去年の今の時期に比べても多いんですよね、やっぱりね、被害者の方っていうかね、まあ、なのでなかなかこの声をね上げられないまんま、どうしていいかわからないまんま過ごしてるっていう人もやっぱ多いかもしれませんね。まあ、このね、3歳児の話なんかもね、本当にこう、まあ、僕も親になりましたので、すごいこう考えさせられるというか、でまたなんかもうやるせないなっていう気持ちにもねもちろんなりましたし、なんかねもっと別の方法でね救える命もあったんじゃないかなと思ったりもするんですけれどもね、まあ、そういうふうにね周りがこう気がついて、でそういうことにならないようにねできる世の中になってほしいなと思いましたね。ラジオネーム昼間の奥さん、メッセージありがとうございました。そして今村さん、喧嘩といえば昔彼女の部屋で、明日は連休だからさ昼間からワインでも買ってきて飲もうという話になりました。うん、休みだからね、空腹でぐいぐいやっていたら不覚にもいつの間にか眠ってしまいました。怒った彼女はグラスに残ったワインを私にかけました。まさに寝耳にワインです。びっくりしたやつさ、その夜は燃えました。結構あれなんですね、武闘派な彼女だったんですね。なんかありがちというか、あごめん寝ちゃってさって展開ありそうじゃないですか。なんかそしたらワインかけられてるって相当じゃないですか。僕の人生上まだね何かをかけられるっていう経験がないのでわからないですけれども、いやーなんかさっきからねいろいろこう皆さんのメールを見てると武闘派というか、結構ね女性がなんかアグレッシブというか強いというかね、そういうのがあるんですね。まあ、僕の同級生なんかはあまりにもこう仕事で疲れてて遠距離してる友達と電話してて、もう気がついたら寝てしまってたらしいんですね。で彼女は彼女で聞いてる、もしもしみたいな、で気がついてたらプープーって切れてるっていうね、でそれで喧嘩になるとかって聞いたことがあるんですけれども、あ僕も最近ありましたね、嫁と喧嘩してて、でなんだろうね、まあちょっと僕もね頭に血が上ってて、で電話でのやり取りだったんですけど、なんかこうもう切るよみたいなこと言われて、で僕の中ではうんと言えずに、まあ頭の中でこの処理能力が僕遅いので、一回考えてからまあ言葉を発するタイプなので、無音になる時間が長いんですね。でスピーカーフォンにしてて、ポンとねテーブルの前に置いてスピーカーフォンにしてて、で電話してたんですけれども、でしばらく1分ぐらいかな、無音があった後に僕の意見を言ったんですよ。こう思うんだけどもと。で、もしもし聞いてるっていうのを 2,3 回繰り返してて、なんかおかしいなと思って、でスピーカーフォンを解除したらプープーみたいな、もう電話が切れてるのを全く 2,3 分気がつかなくて、繋がってない相手に対してね怒ってたっていうのが最近ありましたね。はい、さあこちらも行きましょう。モーリーさんこんにちは、ミンミン2号です。はい、ミンミン2号ね、実はねスタジオの外にいるんですよね、ロビーに。今笑ってるんじゃないかな。僕は勉強しないで遊んでばかりいるとすぐにお母さんに怒られます。だからさっさと済ませてますよ。はい、ラジオネームミンミン2号さんからいただきました。はい、スタジオとそのロビーの間約10メーターぐらいなんですけれどもね、メール送ってくれています。はい、ミンミン2号ちゃんもね、くんもね、めっちゃ何言っても笑うみたいな感じで、すごいこう笑顔がね素敵なお子さんですけれども、小学校5年生って言ってたかな、
はい、日本代表でサッカーユニフォーム着てるからサッカーやってんのって言ったらやってない言ってましたけれども、はい、初メッセージミミ2号さんからいただきました。ありがとうございました。さあということで曲いきましょう。いいですね、山下達郎さんのリクエストということで、シューターさんからいただきました、ライドンタイム。FM 小座です。横さんすいません、交通情報ですけれども大丈夫ですかね。ありがとうございます。1週間ねえ、なんかあっという間でしたね今週ね。はい、夏休みってどんなですか子供たち。うん、おねだりをちょっとこうする姿もあるわけですね。あの今の子供たちの宿題ってどんなのがあるんですか。うんうんうん、この頑張りの音なんですけれども家庭学習みたいな感じですか。はい、ああ、ねえ、ああ、横さんの時代の時に比べてどんなですか、減ってる感じですか。あ、本当なんですね。うん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 。あ、本当ですか。了解しました。ありがとうございます。また来週もお願いします。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。 FM 小座ですけれどもすみません、交通情報どうでしょうか。あ、すみません、ありがとうございました、今週も。あ、また来週お願いします。はい、失礼します。交通情報なんで分かる？さあ時刻は5時30分になりました。地域密着道路交通情報の時間です。千葉な十字路329号線、インテリアマイハウスさんから情報いただきました。今のところ目立った渋滞はなく順調に流れているようです。小座高校付近の329沿いも目立った渋滞はなく順調に流れています。そしてパーカーアベニューから見える国道330なんですけれども、沖縄市のミミ2号、もしもし、混んでる今、混んでる本当か
はい、沖縄市のミンミン2号がね、スタジアム外にいて、交通情報見てもらってますけれども、小座方面から小屋向けちょっと混雑してきましたね、小屋方面から小座向けの下りは順調に流れています。ただ今日はですね、沖縄市の小座運動公園付近から南インターにかけて、こちらの方面で現在渋滞が起きているという情報ですね。そしてライカム方面から小屋十字路向け330、ライカム方面から小屋十字路向け330、こちらの方で現在渋滞が起きているという情報が届いております。まあ、週末金曜日ね、また月末ということで慌ただしくしている皆さんもね多いと思いますけれども、ドライバーの皆さんも安全運転ちょっとね譲る気持ちっていうのがね忘れがちになりますけれども、事故のないようによろしくお願いします。さあ天気いきましょう。今日のこの後北の風晴れのお天気、波の高さ1メートルということで降水確率今日 0% ということですね。今日はスーパームーンじゃなくてブルームーンっていうね呼ばれるものが、まあ、見れる日と言われておりますけれどもね、まあ、この話も後ほどしていきたいと思います。以上、ここまでは地域密着道路交通情報と天気の情報をお送りしました。さあ今日ブルームーンということなんですけれども、まあ、これ青い月のことではないらしいんですね。一月に満月が2回巡ってくることをこのブルームーンと呼んでいるってことらしいんですよ。で3年から5年に1回だけね訪れる、このブルームーンという天体現象のことなんですけれども、まあこれを見るとね、幸せが訪れるという言い伝えもあるそうなんですね。まあ、これ見てね幸せになれるかどうかは置いておいて、まあ、久しぶりに月をね見ながら家族でゆっくり過ごすっていう、まあ、この時間がね大事なんじゃないかなと、まあ、個人的にね思うわけですけれども、まあ、ごく稀に火山の噴火や隕石から発生するガス、塵などの影響により本当に青く見えたこともあったそうです。1883年のインドネシアの、クラカタウ火山の噴火の後はしばらくの間月が青く見えていたということですね。でこのブルームーンというのがなぜ起きるのか、月の満ち欠けは平均 29.5 日を周期とし繰り返されております。まあ、大体1ヶ月ぐらいということですね。現在世界的に用いられているグレゴリオ暦の長さは平均で 30.4 日であるため、月の初めが満月になるとその月の終わりに再び満月が巡ってくる場合があります。で、2015年、まあ、今年の、まあ、ブルームーンなんですけれども、7月の2日と7月の31日の今日ということですね。まあ、次が2018年の1月の2日と1月の31日となっているということなんですね。でまた今年はその7月の今日が、ブルームーンの月に当たっていくということなんですけれども、まあ、今回を逃すと次に観測できるのが3年後になってしまうということなんですね。まあ、なので今日お時間があれば、31日から明日のね1日にかけて、見れるということなので見てみてはいかがでしょうか。まあ財布をね、振ったりとかするとお金が貯まるとかっていう風にね、伝えられていたりもしますけれども、まあそれはね本当に信じる信じないはもうそれぞれで、でもやっぱりこういった時間を、まあ、きっかけをいただいてで見に行くっていうことがねとてもいいんじゃないかなと思いますね。まあ、僕もこう今日家族で、そのブルームーンを
見れたらいいなと思いますね。さあ今日の番組のテーマ喧嘩というテーマでお届けしています。皆さんからのメッセージリクエスト761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp でメッセージをお待ちしています。 CM の後もこの後夕方6時まで生放送です。キラにミミミを、うん、似てるそっくり。さあアジラジ生放送残り17分となっていますね。今日の番組のテーマ喧嘩ということでお届けしております。 MJ さんからハイサイ DJ モーリーハイサイ、僕は事なかれ主義なので喧嘩らしい喧嘩はしたことがないんですが、ただ僕のアパートのお隣さん深夜から彼氏とちょいちょい喧嘩しています。夜中男女の怒鳴り声を合し、そのうち車が走り去り彼女の泣き声が、俺目覚めたけど若いっていいな。なんかあれだね、なんかやっぱあれだね、男の人が怒って女の人が泣くっていう構図はなんか悲しいね。逆は逆でうつるさいっていう感じでね見てしまいますけれども、女性がめっちゃね強くて男がめめしくてみたいな、そういう感じになりますけどもね。ああ。隣とかでこういうのがあったらちょっと変なのになるよね、この前を通る時とかね。しかも普段の住人をね多分見るシーンもあるじゃないですか。うわー昨日喧嘩してるなみたいなね、そういうのがなんか伝わるとね変なですけれども。今村さんということで、僕も勉強せずにラジオばっかり聞いてるとママにすごく怒られます。四六時中ツイキャス、ツイキャスって何がそんなに楽しいの、勉強もしないでそんなことばっかりやって将来ろくな大人にならないよと言ってスマホを没収されました。もうモーリーさんには会えないかもしれません。ちなみにさっきのワインでも飲まないは名古屋の方言で飲みましょうの意味です。あ、飲もまいか。取り上げられたスマホのことを忘れてパソコンでユーストリームを聞こうまい。
全く問題なしということで、今村さんからいただきました、はい、もう怒られますよこれね、本当にねまあ何事もねしすぎはっていうことだと思いますけれどもね。ああ20代の時はまあ男女のねこの、まあ、彼氏彼女の中の時は、まあ、僕もよく喧嘩してたのを覚えてますけれども、なんか毎日やってたんじゃないかなと、もう左半時になったんじゃないかなっていうことなんですけれども、でもなんか友達とかではあんまり喧嘩ってないかもね、この同級生同士とかで。いつもねこう集まるメンバーとも喧嘩っていう喧嘩もねあんまりしてないんじゃないですかね。まあこのなんだろう、こいつとこいつはいつも言い争ってるなみたいな、そういうタイプはいるんですけれども、でもそれ以外はあんまりないかもしれませんね。まあこう喧嘩にならないような感じで、やってる時がありますけどもね。まあでもあれだな、お酒を飲んだりとかするとちょっとこう頭に血がね上って、でちょっとこう、あごめんちょっと言い過ぎたかなみたいな、そういった時はねあるかもしれませんけれども、今日の番組のテーマ喧嘩でメッセージお待ちしています。さあここでディアマンテスのナンバーから1曲挟んでいきたいと思います。久しぶりの曲なんですけれどもね、ディアマンテスのナンバーで Hey ニーセーター。リースさんこんにちは、ディアマンテスですと。久しぶりじゃないですか。なんかね、なんかこう夏のイメージでディアマンテスが来ましたけど、ここんとこご無沙汰。なんかね、ディアマンティスがライブをすると雨が落ちるっていう伝説がなんか今でも語り継がれてますよね。なんかね、そこんとこよろしくやってるので。
さあディアマンテスヘイニーセーターをお送りしました。さあもういよいよ明日から8月ということなんですけれどもね、まあ、週末の皆さんの予定はどんな感じなんでしょうか。まあ、沖縄市の方では明日はエーサーナイトがね、7時30分から沖縄市の1階の広場の方で音楽広場の方で、開催予定。そしてあさって日曜日8月の2日が小座中学校区のお祭り第4回の小座エーサー祭りが3時30分から、開催されます。そんな中野町小屋このね3青年会が中心になって、うるま市からはうるま市からはへしきや青年会入りが登場し、八重瀬の方からもぐしちゃん青年会ともり青年会が登場し、田市町村からもね、いろんなこう青年会がやってきますので、結構ね先ほども5時台の最初にも言ったんですけれども、もう豪華な青年会が登場しますので、もちろん入場無料ですからね、ぜひ皆さんも今度の土曜日、明日がミュージックタウンの広場、あさってが小座中学校区のお祭りとなっていますのでね、どちらか足を運んでみてください。そしてこちら、沖縄県内のイベントなんですけれども、ですね、海かじテラス瀬長島にあるんですが、もうだいぶ瀬長島も変わっててホテルもねできているし、でそのホテルのこう下の方に、階段みたいな感じでね、一番上の方は4階3階2階1階みたいな感じで、もう店舗がずらりとこう並んでるんですよね、ひしめいてるというか。でそれも全部こう白を基調にした店舗がたくさん並んでるんですけれども、この本当に海沿いにあるので、こう海沿いでね気軽にこう車を止めて、で買い物をして、でちょっとね腰をこう下ろしてみると西海岸がね見渡せるみたいな、そういう感じなんですけれども、まあお昼はお昼でね、日が高い間は海に入ってね、まあ釣りやったりとか、まあ、散歩したりとかもできますし、夜は夜でまたこの店舗のね明かりが照っていきますから、ちょっとこうイルミネーション的な感じになってて、なんかね、まあ、今後のまたおすすめスポットに、ね、なっていくんじゃないかなと思うんですけれども、今日がプレオープンで明日が、まあ、本オープンということですね。まあ多分混んでくると思いますけれどもね、久しく瀬長行ってないなという方もですね、行ってみるとちょっとびっくりすることになっていますから、足をね運んでみてくださいね。でそれ以外にも本部方面でも、本部海洋祭りというものも土日に開催予定だということですね。まあ、皆さんもどちらか足をね運んでみてください。さあということで、この辺でお別れの時間ですけれども、今日の番組のテーマ喧嘩でお届けしてきました。はい、まあできればね喧嘩にならないようにっていうことも心がけとして必要かもね。ついついね怒ってしまうとか言ってしまうとかっていうのも必要ですけれども、はい、まあ、なるだけね、そうならないように配慮するっていう意識もね大事かもね。さあこちらモーリーさんお疲れ様でした。ミンミン親子よりまたメールしますねといただきました。はい、今日ね初めてスタジオの外のガラスの方にね、右端の方に青い T シャツサッカー日本代表の10番をつけたミンミン2号が笑ってこっちを見てて、あ、小学生が多分ラジオに興味があるのかなと思ってたらね、ミンミン親子で来てるという展開になりまして、で気がついたら1時間ぐらいねスタジオのロビーの方でスタジオとこんなに近いのにねラジオで聞いてもらってるというそういう展開になりましたけれどもね。はい、小学5年生のミンミン2号とも今ねバイバイしましたけれどもね、まあ、夏休み真っ最中ということですけれどもね、はい、楽しい夏休みにしてほしいと思います。あれだね、一度今度またラジオで喋りに来てほしいね。ね、ミンミン2号聞いてる？あ、聞いてるよということでありがとう。はい、じゃあ今度喋ろうね。はい、ミンミン2号のですね元気な声もねいつかお届けできたらいいなと思います。さあアジクータラジオエンディングの曲なんですけれども、最後はね離れ組でお別れといきたいと思います。はい、離れ組が歌うオリビアを聴きながら
今日はこの曲でお別れといきましょう。さあ、アジクータラジオ、今日も2時間生放送をお届けしました。来週金曜日、ね、アシスタントのミユキ来てくれるんでしょうかね。また来週もこの時間お耳にかかりましょう。ここまでのお相手は DJ モーリーでした。皆さんまた来週、来月です。大丈夫そうでした？うん、なんか大丈夫ですね。